はい、こんばんは。はい、セブン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 。はい、7回目ですね。7回目だね。セブンですね。はい、はい、そして今日は7月17日という、はい、717で、もう7で続いてますね。はい、それが7回目ということで、はい、なんか浮かれてますけども、はい、はい、よろしくお願いします。はい、マテリアルの坂部です。はい、カムイの日浦です。よろしくお願いします。お願いします。はい、あと5日。そうなんですよ。そうなんですよ。あと5日です。はい、クラウドファンディング終わるまでは一応のだいぶ伸びてきまして。前はね、ほんまこの前髪、わかります？この目にちょうど刺さるみたいな。あ、超えた。超えた。超えたのがちょっとまだマシになったかなって。はい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 。あれ超えてくれへんかったら、あの間がね、もうパーンと落ちてきたと、痛いっていうね、わかります？はいはい、で、どんな髪型にするか決めてるんですか？ね、今ちょっと悩んでます。かなり悩んでます。前は2ブロックやってたんで。はいはいはい。で2ブロックで真ん中伸ばしてちょんまげみたいにしたりしてたりとかしてたんですけど、まあ、あれも結構めんどくさいんですよね。なのでもう一層スパッといくかどうしようかなと思ってるんですけど、はい、なんやったらコメント入れていただいてもいいですよ。うです、ね、もうどしどしコメントを面白いのがあったら採用しますで最近ね、はいはい、なんかおもろいことあったかなっていうところで言うと、うん、はい、実は1個めっちゃおもろいことがあって、お、なんですか昨日なんですけど、はい、とある人たちと、はい、ウェブ飲み会をちょっとやってまして、おー、はい、ついにやりました。いや、やってまして、はい、やってまして、はい、でやってて、はい、あることに気づいたんですよ、はい、うちほら生配信やってたじゃないですか、はいはいはい、で生配信このノートパソコンで生配信やってたんですよね、はい、この人で、うん、はい、この人でやってました、はいはい、でこいつでやってて結局、生配信じゃないのでこれで録音してたんですよね、録音というか収録してたんですね、しばらくしてたんですよ、はい、でやめたんですよね。で最大の理由は画質悪いなっていうので、うん、ね、古いから、ね、そうそうそう、古いからもうほんとなんかダメやねこれっていう話をしてて、うん、で昨日の時もね、はい、なんかちょっと曇ってる感じで、やっぱ古いとあかんねみたいな話をしてたんですよね、はい、でいやいや劣化しますからね、そう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 、だんだん劣化するからなと思ってたんですけど、うん、はい、ひょっとしてこれカメラ吹いたら曇り取れたりしてピュッて吹いたらめっちゃクリアなんですよ劣化しませんねそう簡単にしませんよもうめっちゃ面白くて、もう3人で飲んでたんですけど、もう3人で大笑いして、ただ曇ってただけ、そうそうそう、何してんのって言われて、監督何してんのって、めっちゃ実は一人脇田さんなんですけどねめっちゃ笑われましたね。ってことは、はい、ここ始めた時からずっとほぼ曇ってた、はいはい、曇ってたかもしれないですね画質悪い、いやでも最初のうちはねそんな悪くなかったんですよ。ああ、多分ね触ったんですよね、ピッて、うん、かな、なんかかなんかどっかで曇ってそのままなったが、はいはいはい、カメラはねレンズ拭いた方がいいですよね、はい、そうですね、はい、そう簡単に劣化します今、はい、まあ、劣化して、うん、そのまま使ってる人もいますけどね、うんうん、あ、はい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 、まあまあ、スマホとかね、はい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 、ほんまに最近あったんですよ、はい、送ってこられて、でパッと見たら、うん、写真が青いんですよ、青いんですよなんで青いの、ごめん誰か分かったけど誰か分かったけど今思い出しました、もうなんかもうふつふつと青いでこれって、うんうんうん、でその青いやつも写真撮って僕が、うんうん、でそれまた送って、うん、青いですかみたいないや青いやんどう見ても、ね、でもそれ携帯古いからはい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 、で、うん、まあ新しい携帯に変えたんで、はいはい、変えたら大丈夫やったんですよね、大丈夫やったけどなんかもうそのえなんで青いんやろ、いやいやだから古いんや言うてるやろでもだいぶ古いことないな、携帯。いや多分ね、それで落としたかなんかした時に、ちょっと最近のカメラってどうしてもほら電子的な部品とかがいっぱい入ってるんで、はい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 、そうそのショックでちょっと色の階調が悪くなったとか、はいはい、そういうやつだと思いますね、はい、別に劣化して、あ、そうそうですね、画質的には全然問題ないけど、うん、色でしょ、色が振っちゃってるんでしょ、青ただね、なかなかこう認めないっていう青いやん、どう見てもって
これ人間って不思議ですよね。いや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 、そんなこともありそう、はい、僕この間ね、はいはい、あの空飛ぶタイヤを やっと見れたんですよ。おお、はいはいはい、考えさせられますね、あれね。長瀬君、はい、いや俺見てないですか、見てないですか、うん、むっちゃ考えさせられますよ、あれ、この間のやつじゃないですけど、この間めっちゃおもろいですよ、おーおー、はい、空飛ぶタイヤはね、お考えますよ。おこれまたネタ振られてます僕、またネタ振られてます僕、まあ、あれ事実ですよね、はいはい、事実というか、まあ、ちょっと持ってるかもしれない、そうですそうです、あの、まあ、元には知ってるかもしれないですけど、うん、はい、池井戸さんがね、そうですね、怖いな、こんなことがほんまにあり得るのかっていうか、弱者が潰されていくみたいな感じのがすごいなんか共感する、まあ、あのちょっと似たような感じなんですよね、うん、あの例えば陸王とか、あこの辺とかにちょっと似たような感じ の、うんうん、あのニュアンスはあるんですけど、はいはいはい、すごいなんか考えさせられる映画でしたね、あれは見るべきです。おはい、また振られました、バトン飛んできました。もう本当に、まあ、はい、永瀬君とか、ね、はいはいはい、もうほんまその演技ももちろん、ね、はい、うんうん、うまいですし、うん、そのなんていうんですかね、やっぱり役に入り込むというか入っていく、あ、うん、そういうね、そこ来ましたね、はいはい、うん、やっぱ演技力、まあ皆さんね、うん、やっぱ素晴らしいなってやっぱそれでも思いましたし、うん、その物語にやっぱずっと入れれるんですよね、そのなんかこの人この役に合ってないやんとかいうのがやっぱり感じられないというか、はい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 、やっぱり物語にスッと入って物語の方をちゃんと中心に見れるっていうか、うん、やっぱそういうのはやっぱり役者さんの演技力やっぱすごいな、そうですね、まあ、もちろん編集力もあるかもしれないですけど、やっぱすごいなっていうのはそれも感じましたね。映像ってもう見たまんまなんですよね、はいはいはい、もちろんそのライティングとかメイクとかいろんなものでその一緒、まあ、ごまかすことはできるんですけど、うん、でもやっぱりそこに映っているものがそう見えるかどうかなんですよね。あ、そうですね、うん、例えば変な話、その、モンスターの映画だとして、うん、はい、そこに映ってるものがもう全くモンスターに見えなかったら話にならないわけですよね。 はいはい、そこに映るものがそう見えるか見えへんかって、うん、これねやっぱね役者の技量ってものすごく大きいですよね。いや大きいっすよ、大きいですよ、ね、本当に大きいですよ。前回のトークをちょっとおさらいしてみてて、ずっと言うとはったのがその役として生きなあかんっていうのを言うとはったでしょ、うん、はいはい、あれ僕すごいキーワードやなと思ったんですよ、うん、例えば、何か不測の事態が起こった時、出てこなあかん人が出てけへんかった、言わなあかんセリフ忘れてる、なんかいろんなことがあるとしても、それを対応する役者がそれに対応できるかできへんかっていうのは、その役としてその場で生きてるかどうかっていう話なんですよね。これはね、まあ監督としてもそうやし脚本家としてもそうですけど、僕らではどうしようもないんですよ。そうですね。あとはもう僕らはそうそうそう仕事です。そうなんですよ、役者さんがやってくれる以外どうしようもなくて、あのもうハイスタートを言うたらもうそこでその人がそこにおるということで絶対ダメなんですけど、あのこれ結構なんていうかな、ちゃんとやれる人がどれぐらいいるかいないかみたいな話であると思うんですよね。僕ね、お坂部さんと最初に出会ったのをシナリオセンター大阪校で、はい、で実は役者やっててみたいな話を聞いた時に、うん、たまたまあのビーバップハイヒールのはやぶさの、はいはい、はやぶさの、ね、あの開発者の役で主人公やったでしょ、はいはい、あれ見た時に俺感動したんですよ。ほんまですか。いやあの この人がここにおるっていう、あ、うん、あのうん、本田君も出てたけど、うん、そう、おおってすごい、僕この人すごいなってやっぱ役者やわと思って、あの全然その出るって知らんかったので僕見て、うん、あまりにも嬉しくて思わずあの画面写メ撮ったっていうあ出てる、そうそうでその、まあ、役として生きるって、はい、やっぱりその役者だったというか、まあ、役者じゃないですか、でまあ脚本も書いて演出もしてあるけど、その役者としてその役として生きるためには例えばどんな準備するの。ね、準備と、まあ、もちろんセリフはあの覚えなあかんですけど、セリフとあとあのその人の役の勉強ちょっとだけします、うんうんうん、全部はすぐにできないんで時間の問題もあるし、まあ、何役か分かんないですけど、弁護士なら弁護士役 で今回はこういう役なんでっていうのが一応そのどういう仕事をしてるかっていうところまでは一応勉強しますね。あとは一番大きいのは、うん、自然にどうやったら演技できるかなっていうところ、うん、ここ一番に考えます、ね、一番こうずっと考えてますね、自然にどうやってやるかっていうのを。自然に、うん、自然に
だ自然にやらないとおかしいじゃないですか。それ、まあ、自然にという言い方がちょっと悪いかいいのか分かんないですけど、僕は自然に演技って自然にこのセリフを喋ろう、あの見てる人がその人がそこにおると思えるようななんか違和感なく見れる、まあ、言うとさっき言ったそこに生きてるっていうか、うんまあ、僕思ってるのはそこが本物なんで、うんうん、事実じゃないじゃないですか、うん、でも真実でしょ。そうですそうです。そこはそれを常に考えてますよね。だから自然に喋るっていうか、うんうん、その人のこの人はこういう喋り方するからこの人の喋り方を僕はしないと分かるので、うんうん、もうその人になりきりますよね、うんうんうん、なるほどな、はい、だからいらん例えばなんか違ういらん感情が入ったりしたらセリフ忘れたり飛んだりするんですよ。なるほど。全くそのまま入ってれば全然セリフもあの飛ばないですし、うん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 、そういうのできるんですけど。そうなんですよね、うん、あの僕ね今までで一番すごいなというかその役として生きるっていうことのすごさを教えてくれたのは実はあのスパイダーマンで、はい、あのサムライミ版のスパイダーマンね、はいはいはい、あの最初の方あの、うん、アメイジングとかじゃない方のスパイダーマンなんですけど、うん、あれであの MJ の役をやってたキルスティン・ダンストっていう女優さんがいるんですけど、うん、彼女が MJ をやった時にすげえと思ったんですよ。だってねキルスティン・ダンストってね、うん、あんまりべっぴんじゃないんですよ、うん、そんな言うほど美人とかではない、うんうん、でもねあの MJ を演じてるんですよちゃんと。だからそこに MJ おるっていう風に見えちゃうんですよね、はいはいうん、あのなりきりとかじゃないですけど、うん、ちゃんとその MJ としてそこにそのなんていうんですかねこうセレブリティの喋り方みたいなのとかあるじゃないですか、はいはい、あのそういうの所作とか、はい、そのそういう可愛い子可愛いって自覚してて、うん、周りからも可愛いって言われててでもかつ気持ちが清らかな女の子っていう、うん、ちゃんとしたその MJ がそこにおるんですよね、うんはいはい、あれ見た時にすげえなと思っていろんな人があの、うん、キルスティン・ダンストは MJ じゃないみたいなことを言う人とかいたんですけど、うん、いやそれお前ら分かってないってとか思えたなんでそれが分かれへんのみたいなすごい思ったんですよね、うん、そうなんですよね。だからその人がそこにいるようにその場で生きる、はいまあ、これだから映像の上でもそうだしその板の上というかその舞台の上でもね、うんそのまあ、舞台の場合はセリフちゃんと言わなあかんし、はいはい、伝えなあかんから当然ながら自然な喋り方をするわけにはいけへんところもあるし、うんそうですね、プラスアルファ何かはありますね。あのそれそんな声聞こえへんやんけって怒られちゃうから、はい、大きい声出さなあかんと思うんですけど、うんまあ、映像もねプラスアルファというか、うん、違和感あることするじゃないですか。あしますねしますね。例えばものすげえ近いところで喋ってても、うん、映像は普通にするっていう、こんなに近いところで 足くっついてるやんって。そう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 、ほんまにこれ大丈夫なんて思っても映像で見ると普通に座ってるじゃないですか。そういう違和感はあるんで、うん、やっぱり自分の中にその人で入らないとそこに気を取られてしまうというのがおかしくないじゃないですか。そうなんですよね、うん、そうなんですよね。だからそういう意味で言うと結構舞台の役者さんが映像来はった時にめっちゃそこ戸惑うんですよね、はい、あの気にならはるんですね、はい、やっぱりどうしてもね。あとね、うん、これ関係ないですけど、うんまあ、ビーバップよく出させてもらったので、はいはいはい、まあ、自分の映像よく見れたんで、はいはいはい、すごいあれはすごい勉強だったんですけど、うん、まばたき、あなるほどなるほど、まばたきを普通にしてるっていうか、はい、なんかあった時にパチ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 ってする人おるんですよ、はいはいはい、多分ねなんか食ってるんですよね、うん、なるほどね、セリフを思い出してるとか、ね、はいはい、でも普通の女優さんとか、まあ、普通によく見てたら、うん、ほとんどまばたきしないしないですね。映ってる間まばたきすることまずないですよね。まばたきをする意味があるんですよ、うんうん、でも普通にしてる役やったら普通にしてはりますし、多分ねほとんどしないです、ね、なるほどな。本当に何か自分の心情というか気持ちが動いた時にパチッてやったり、うん、そういうところに使ってるし、うんうんうん、それはねほんまにまばたきを専用にしようっていうのはね結構だいぶ前に思って、はいはいはい、それも気にならんようになってからこう、まあ、演技もちゃんと見てきたっていうか、しっかり見るっていうか、どうしてもこう気づいたらこうパチパチパチってしてる時もあったんですね、はいはい、やっぱり。で自分 あの映像を見てあれえらいまばたきしてるやんと思ったらちょっとこれ嫌やなと思って。なるほどな、まばたきいらんやんと思って、はいはい、
あ、やっぱでもそういうところってやっぱちゃんと勉強しないとダメですよね。そうですね。自分を客観的に見るじゃないですけど、はい、やっぱそのカメラを通した自分がどう見えてるのかとか、うん、そういうことやっぱ役者さんとしてはそこを勉強しなきゃいけないっていうのは最低限ありますよね。だから例えば映画撮っててもね、うん、まあ面白いのは大体2パターンなんですよ。はいカットって言ったら、もうなんか休憩してはるんですよ。はいカットって OK ですって言ったらもう休憩入らはるんですよ。で、そのもう一つの方は俺がチェックするとこの真後ろに来る、はい、で俺と一緒に映像をチェックしてる、うん、自分がどう見えてるか、いやこれもうちょっとこっち行ってほしいねとかって、うん、次こっち、うん、もうちょっと5センチくらいこっち行っといてとかいう指示がちゃんとできる役者さんかどうかっていうのは確かにありますね、うん、ああああカメラチェックがやっぱりできるとことできないことあるんで、もう撮ったらはい終わりっつってもう次って言ってやらなあかん時もありますからね、うん、そうですね、うん、まあ残念ながら余裕のない現場が多いのは確かなので、はいはいはい、そういう時間も取ってあげられない部分もあるんですけどね、うん、いやいやいや、でも本当に何でしょうね、この役として生きる、うん、その役をそこに立ってるように見せるっていうのは僕本当に演技、まあ技術の技ですよね、はい、技術というならそれは技術だろうし、はい、でも技術っていうより俺心だと思うんですよね、うん、心のありようというか、はい、ベタな言い方すると魂こもってないと、なんかふぬけたやつがそこ立ってたら前回の時にめっちゃ面白かったのが、はい、なりきってへんやつがそこおったら逆に目立つみたいな話です。そう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 、うん、あれまさにそうやと思うんだよね、はい、もう何も考えてないやつがそこおるだけで、うん、いやもう邪魔やからどいてくれって話ね、はいはいはい、それは絶対そうなんですよね、うん、今後、はい、このマテリアルからそのいろんな役者も育っていくみたいなことにはなっていくと思うし、うん、マテリアルから育っていったみたいな人たちが今後増えていくとしたら、やっぱこの部分ですよね。めっちゃ当たり前の話なんですけど、うん、残念ながらそのめっちゃ当たり前の話がたくさんの人ができるわけではない。でやっぱりそのいろんな人のインタビューとか見てるとね、そのすごいたくさんテレビ出てる映画出てる人たちはそのこと言ってるんですよ、うん、ああ、その役として生きることについてすごい言うとあるんですよ。大杉蓮さんも言ってた、はあはあ、まあまあそれがね言うとお仕事なんでね。そうなんですよね、それでお金もらってるんでもうそれができへんやつ仕事、まあお金にはならないですよね。もちろん、うん、そうなんですよね。そういうことですよね。そうどんだけ訓練するかですよ。そうですね、まあ、訓練なんですかこれ。やっぱ訓練ですね。なるほど、じゃあその訓練の話をまた次回。そうですね、まあ、訓練の仕方は、ね、人それぞれ。もちろんはい、うん、まあこういうことっていうね、何を意識しなきゃいけないかってすごい多分、うん、まあ、これどれぐらいの役者さんが見てるかわからないですけど、うん、ひょっとしたらその役者さんとかが見ててヒントになるかもしれないんで、まあ、ぜひぜひ。そうです、ヒント訓練です。出ましたよ訓練。はい、またじゃあこれについてね、話し続けていきたいと思います。はい、あやさん、はーい、はーい、お邪魔します。どうぞ、はい、どうぞ。はい、イベントのお知らせをしに参りました。はい、お願いします。7月21日火曜日、はい、副業とかのお勉強会をしようと思います。はい、はいはい、18時から受付スタートしまして、18時30分スタート、はい、で21時頃までで、なんかやろうよ大人の放課後みたいな感じで、みたいな感じで、そういうタイトルでしょ。そう、タイトルです。タイトルです。タイトルがなんかやろうよ大人の放課後、ね、はい、で、まあ、副業とかそういうことをテーマにちょっとお勉強してみんなで語ろうよっていう会をします。はい、はい、今のところ店長と2人なので、はい、はい、俺のあと2人なので、はいはいはい、どんどん募集しております。はい、はい、で、それはなんか講師の方がいると思いますか。いや、今のところいないです、ね、インフルエンサーはいないので。ああ、もうじゃあ、はい、もうみんなで話しながらっていう、そうなんですかね、はいはい、まず第1回目は、はい、まあ、そういう、まあ、言うと副業とかの話できたらいいよねっていうことで、うん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 、何かしたいけどどうしたらいいかなっていうふうに思ってる方がいらっしゃったら、とりあえず話しましょうか。なるほど、
なるほど。だから僕らも教えれません、うん、インフルエンサーじゃないので、はいはい、教えれませんが、はいはい、話しましょうかって、はいはい、でそこから何かヒントがあれば、はいはいはい、こっちも情報欲しいし、うん、まあ、こっちも情報提供できたらいいかなっていう感じで、うん、もちろん入場料無料です、うん、お入場無料です。で、まあ、お店なんで、はい、ドリンクとか売ってますんで、はいはい、それは購入してもらって、はいはい、まあ、飲み会みたいになってもいいんですけども、うんうんうん、ただの飲み会にはしたくないのでっていう感じで、ね、何かしらビジネスの話とかができれば面白いかなっていう。なるほど、まさにマテリアルな企画ということですね。そうですね、はい、新しいマテリアルが来ることっていうのも、はい、MLM とかは禁止です。あ、なるほど、はい、そういう勧誘にしに来ないでください。ビジネス系は絶対しませんから。了解です。はい、はい、そんな情報いらない、ネットワークの人は来ないでください。はい。はい。はい、7月27、28、29で、はい、またインスタランチ半額になります。おお、ああ、はいはいはい、言ってたよね。はい、はいはい、前回第2弾、はい、第2弾です。はい。半額になるのでぜひぜひお越しください。前回がね、ちょっと雨で、うん、そうですね、ちょっと天候悪かったんで、ね、はい、なかなか、ね、ちょうど鈍化ぶりでしたよね、はい、大阪はね結構お昼止んでたんですけど、うん、はいはいはい、やっぱどうしてもね、あれだって大和路線止まってる日とかあったじゃないですか。ありました、ありました、ありました、ね、あったんですよ。大変でしたもんね、うん、それで環状線もだいぶ影響を受けてます、うん、そうですね、ね、多分来たかった人も来れなかったんじゃないですか。そうなんですよね、はいはい、ぜひぜひお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ私はこの辺で、はい、さよなら、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。あ、はい、ちゃんとあれなんですね、あの彼女こう入ってきてこうっていうのを、そうですね、回ることは覚えてる、ね、入り入りはね、はい、紙紙もちゃんと作ってるんです。そうですね、さすが舞台上位。はい、さあそれじゃあ、行きましょうかね、はい、映画のコーナーですね、はい、シネマという高橋さん、はーい、おい、はい、シネマという、シネマコミュニティーター高橋幸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おい、今日は、はい、透明人間をテーマにします。お、はい、しましたね。透明人間というのは、はいはい、あのピンクレディじゃないですよね。違いますね。即世代ですね。消えますよ、消えますよ、ね、ハーバート・ジョージ・ウェルズさんの原作ですね。もともと小説ですね、はいはい、あの宇宙戦争とかね、はい、書きあった方ですけども、うん、映画としては1933年透明人間、はい、ユニバーサル・ピクチャーズのね、はい、フランケンシュタインとかね、はい、なんですけどね、私はあんまり見たことなくてね、うん、単に包帯人間みたいなね、うん、包帯グループ、ね、はいはいはい、こう取ってこう消えて、そうですね、日本でいうハリマモナか月光仮面か、はいはいはい、であんまりその透明人間って言ったら話をあんまり知らなかったんですけど、はいはい、で我々透明人間で悪い人だと思わなかったんですね。あ、はいはいはい、でもそれはなぜかと言いますとですね、うん、私は、透明人間映画入ったのが1992年のこのジョン・カーペンターの透明人間を見たので、はいはい、これが普通の透明人間の話だと思ったんですよ、はい、これはどっちかというとあの巻き込まれ型の映画ですね、はいはい、あの偶然放射線浴びて消えてしまって、うん、はいはい、でそれを前は悪いことに使うという人たちが追っかけるっていうね、だから結局透明人間は追っかけられてたと思ってたんで、はいはい、これが正解だと思ってました、はい、これは、ジョン・カーペンターね、ハロウィンとかの監督が作ってまして、うん、チェービー・チェイスが出てまして、でサム、オニールです、サム・ニールですね、オーメン・サム・ニールが出てまして、で女の人が、はい、このスプラッシュが有名なダイルハンナね、はい、うん、お映しときます、はい、スプラッシュだけでもサービスショットです、はい、消えてしまった女優さんでございますね。サービスショットです、はい、あのことで消えました、はい、これがね思ったんです。これはだからその前の透明人間とは少し話が違うかったんですね、はいはい、でその後で私はまだこれが本当の透明人間の話だと思った思ってたのに、はい、この、ケビン・ベーコン、はいはい、インビジブル、はいはいはい、来ましたねこれ、はい、だからあの元々の透明人間ってちょっといたずらっぽいことはするんですよ、うん、これ、はいはい、悪かったですよね。悪かったですね。めっちゃ悪いし、あの怖いし、透明人間ってこんだけ怖かったんだという、うん、印象を与えまして、これが、ポール・ハーボーベンね、はいはいはい、ポール・ハーボーベンとかロボコップとかこういうの作るとあのいいよっていうね、監督でございますけどね、はい、これ見てね、あ、透明人間で怖いんや、悪いやつだと思って考えました、はいはい、でちょっと困ったんですけど、はい、そして今年2020年先週から公開してます
新たな透明人間でございます。はい、先週からやってます。はい、今までの透明人間というのはポスターを見ても何を見ても、まあ、透明人間自体が男の人がね主役やったんでね、はい、あれなんですよね、はい、今回の透明人間なぜか女の人が主役でございます。うん、はい、結局ね透明人間は前はストーカーなんですね。結局は今度ストーカーになっていって、結局まあまあその逃げてきたんで今度はその透明になってちょっと異常になってストーカーみたいな感じだから逃げてきたんですね女の人が。でもどっかにいるよっていうねこのまた微妙に怖いっていうねちょっとホラーオカルト系みたいな動きもするんですけども、女の人がその透明人間に追っかけられるというストーカー的な映画になっております。なるほど。透明人間自体は男なんです。男です。男です。男です。はい。でもね結局ほとんどその透明人間それは怖い。透明人間自体はあんまり出てこない。出てこないですね。出てこないです。とにかく女の人の視線で逃げてるっていう。なんか誰かおるみたいななんかそういう感じです。うわー怖いなそれ。のエリザベス、モスという方で、まあいろんな映画に出てるんですけど、制作がジェイソン・ブラムって言って。パラノーマルアクティビティシリーズ、インシディアスシリーズでアップグレードとかやってまして、監督がリー・ワレンね、そのインシディアスシリーズと、ソーシリーズのね脚本家ということなんで、後半戦おね、最後にソーシリーズもありましたけども、2点3点実はするっていうね、はいはいはい、透明人間2020年らしい終わり方でございます。いやめっちゃ楽しみ、はい、なぜ主人公が女性なのかというところも明かれるというところでちょっと、ね、ネタバレしちゃいましたけどはい、先週から全国で公開しておりますので、はい、ぜひとも見ていただきたいと思います。はい、ちょっと怖いですけど面白いです。あ、最後は、ね、見たいですね。いや見たいですね、だいぶ見たいですね見たいですよ、はい、とりあえず空飛ぶタイヤとこの透明人間は見ないといけないってことですねよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ということで透明人間、そうですよね。なんかでもね、やっぱりなったとするじゃないですか、うん、いや悪いことというか、いやあのい、うん、見えてる時にできなかったことをやっぱやろうと思いますよ、ね、いや思います、絶対思ういやだってあの小学生ぐらいの時か、まあ、中学生だとあれだけど、小学生ぐらいの時って絶対なんか透明人間になったらみたいなことって想像しません、なんか、うん、なんかあのドラえもんのなんか秘密道具が透明マントとかありましたもんね、つけたら透明になれるみたいな、あれ欲しかったもん。英語で使ってください。あれ欲しかった。そんなことない。いやいやだって違う。ちょっと待って。小学生の、うん、今の俺じゃないよ、うん。今の俺が透明マント欲しがってたらやばいけど。でもそういうことね。あのね、あのスタンドバイミーでね、あののび太くんがね、静香ちゃんのスカートめくってね、ありましたからね。ダメです。いやいや。ございます。そうですね。もう最近はあもうやめとこう、はい。夢がありますね。いや、私には夢がありますみたいな。はい。はい、まあということでエンディングなんですけども、はい。はい、まあいろいろね、その動いてきてるし、またね、あのイベントもどんどん。やっていく感じになってるみたいなんで、すごい楽しみですけど、まあこの通り本当に YouTube 手ぶらで YouTuber とかね、そうですね、やっぱもうどんどん来てほしいなと思うんで、発信できる場というかね、そうですよね、発信しやすいんで、まあ何がどうなるかわかんないですけど、やっぱその人の思ってることが発信できる場所っていうかね、そういうのがやっぱりあるっていうのがすごい面白いんで、どんどんなんか発信していってほしいですね。さっき言ってたの、今度やる、あ、なん大人の放課後、大人の放課後、なんかやなんかやろうよあれね、あれとかもね、だから要は新しいマテリアルがそうこうまた発掘されるというか、うん、そういうことが起こるとまた楽しいことになると思う。そうですね、やっぱね、やりたいと思ってるやつがやらないとダメなんですよ、うん、そのなんかやりたいけど何ができるかよくわかんないっていう人たちでも全然いいと思うんですけど、そういう人たちがなんかやろうと思ってやるからあの何かができるんであって、はい、そのあのいやいややるやつはもちろんできないし、はい、漠然と何かやれたらいいなでは絶対ダメなんですね、はい、自分でやろうと思う、そうやりたいっていうその気持ちがすごく大事だと思うので、はい、まあ、そういう人にぜひ来ていただきたいなと思いますね。
はい、はい、ということで、では7回目ね、7回目、次は8回目になりますけど、はい、はい、今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さよなら。